きなり帝と会うなんて緊張した。でもよかったな、帝も分かってくれて。やはり我が道の前に傲慢にも立ちはだかるか紅葉、そして祭。なぜ貴様たちばかりが許さぬ、許さぬぞ祭。貴様の罪が許されることなどこの私が許さぬ。この恨み決して忘れぬ、覚えておれ。してるんだよ一人で。もう宴は始まってるんだぞ。そうですか。そうですかじゃないよ、探したんだからな。私をですか。当たり前だろ、藤原様に負けたことで世をはかなんでしまったんじゃないかってな。私がですか。そうだよ、まったく。どうやら俺の勘違いだったみたいだけどな。それで何していたんだよ、対局も終わった部屋に一人で。振り返っていました。ああ、対局か。対局も、それと私の過ごしてきた時間も。でもさ、碁盤の上に石がないぜ。それでわかるのか。光には見えませんか。しかし私にはあの人の一手一手がまぶたの裏に思い返されます。あの一手はどんな気持ちで打った手なのか。あの一手は何を言いたかった手なのか。一つ一つが心の中に伝わってくるのです。そっか。でもそろそろ宴に行こうぜ。主役がいないと盛り上がんないんだよな。え、私が主役なのですか。決まってるだろ。それともう一人、藤原様も主役だな。二人ともあれだけの大勝負を見せてくれたんだ。当然だろ。さあ、行こうぜ。あ、そんな腕を引っ張らないで。わかりました。わかりました。今行きますから、ヒカル。ほら、急げよ、サイ。そんな急いで行かなくても大丈夫でしょう。食べ物がなくなるだろう。ヒカルらしいですね。なんだ
だよ、サイ。急に立ち止まったりして。鼻打っただろ？帝、それと藤原の紅葉様。え、また帝？光、そこまで頭を下げなくても良いのですよ。うるさいな、俺はこれでいいの。おや、サイではないか。それと、その方、この絵の光るだったか。相変わらず徹底した頭の下げ方だな。あのことはもちろん。はい、もちろんです。一命に変えましてもお約束いたします。そうか、頼もしいことだ。何のことですか、ヒカル。ダメ、お前でも教えられないよ。何ですか、それは。サイ殿、先ほどの対局、帝も素晴らしきものとお褒めになられていた。まこと嬉しきことかな。ありがたきお言葉。して藤原の紅葉様はいかがお思いでしょう。何をかな。私との一曲、いかに思われたでしょうか。サイ、もういいじゃないか。褒めていただいているんだから。わかってますよ、ヒカル。ただ私は藤原の紅葉様がどう思いになったかを聞きたいのです。得難い体験であった。あのような一曲をいつか夢見たような気さえする。そうですか、それはまた嬉しき言葉です。またいつか。いつか。いえ、今は言葉にしますまい。その時が来るまで精進することにいたします。私はまだ藤原の紅葉様には力を呼ばる身ですゆえ。そうか、では私も楽しみにしているとしよう。それまで励むがよい。はい。よかったじゃないか、サイ。またの機会までに精進を。かしこまりました、父上。誰だ？白虎か？青龍か？一足飛びに敵の親玉でも来たりはしてないか？
ってみたが、今日は分からなかった。ただ、昨日より強い相手のことは確かだ。そっか。よし、頑張るぞ。サイドの、よろしくお願いします。それでは私はこちらに。お二人とも確かに打ち終わりましたね。それでは最後の、また夜に。お疲れ様、近衛君。みんなもお疲れ。で、今日は誰を連れてくよ。遠慮はするなよ。いい選択だぜ、近衛。これで今夜の負けはなくなったな。報告をまとめなくちゃ。今日はしなくていいや。なんか嫌な気配が漂ってるな。来るのか。いや、まだ遠い。それでも気配が感じられるほど強い敵ということだ。さすが詩人のうちの一体ってことか。光る、頑張ってくださいね。来たぞ。俺は指針の白虎。前の二人とは一味違うぞ。人同様に封印した。
勢のいいことだ。だがどこまでその強がりが持つかな。よろしくな。これでどうだ？ん？強がりだけではないのか。当たり前だ。ここまで頑張ってきたんだからな。こんなところで負けてるわけにはいかないんだ。くぅ。この絵、ジャックはひるんでいるぞ。今だ。
主人よ、本来の席である都の守護へと立ち返れ。残るはあと一人だ。親方様までたどり着けるかな。目が覚めたぞ。それにしても大したものだ。勢いだけではなかったか。あやつの気持ちも今なら理解できそうだ。これであと一体か。親方様？妖怪たちの親玉ってことか。ああ、そうだろうな。明日の青龍を倒せば、ついに真の敵が出てくるようだ。よし、腕が鳴るぜ。